オバマ温泉バイナリー発電所は、長崎県雲前市オバマ町にある、地熱発電所である。現在は、株式会社、公用電機が運営している。オバマ温泉バイナリー発電所全景オバマ温泉では、1000約摂氏100度の温泉が、日量、1万5000トンが輸出するが、その70%の温泉水、または、熱が未利用のまま海に捨てられている。 こういったオバマ温泉の未利用温泉熱を活用したバイナリー発電の実証運転が2013年4月から2014年3月までの約1年間実施された。環境省事業終了後は株式会社、工業電機が地元との合意の上で設備を買い取り、実証運転により明らかにされた課題等を解決すべく事業化へ向けた設備の改修などを行ってきたが、 2015年9月より固定価格買い取り制度を利用したバイデン事業を開始した。発電所で作られた電力は新電力である公用電機が一部買い取り地域内外へ供給する。株式会社公用電機がオバマ温泉バイナリー発電所を運営している。既存の発電所で安定した運転方法が確立されれば 地域内の他の源泉や全国の温泉地へのバイナリー発電普及も考えられる。二次温泉水とは発電所で利用された温泉水のことであり、基本的には熱が奪われただけで本来の温泉と変わらない。地熱のカスケード利用先進国アイスランドを参考に発電所から出る二次温泉水を活用した温泉農業や大露天風呂などの熱利用事業の 展開も検討されている。2013年4月より、オバマ温泉観光協会の企画した、オバマ温泉、ジオツアーにより、街歩きの中で実証実験中の発電所も見ることができる。ありがとうございます。